ランニングバーカルダ、どうもヘミです。1日2日、ミツカです。今バイクルームで撮ってるんですけど、はい、先ほどまでお客さんとかも使用してたんで低酸素ですね。低酸素なんだよねちょっと空気の薄さを感じるよね。やっぱ今体中が酸素を求めてます。酸素求めてるね。ということで今日は赤服の2人でお送りしたいと思います。の練習メニュー振り返り5月編をお送りしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。前回の動画がすごい好評で、その中距離ランナーの方からねありがたいなってお話たくさん聞いてるんで、今回その5月編をちょっとまあ見ていきたいと思います。では早速メニューを出していきます。はい、はい、ディン、はい、出てますね。ここ画面いっぱい出てますか。出てます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 じゃあ改めてそのテーマと完成を教えてください。はいはい、そうですね、5月はもうとにかくボリュームを踏むことしていました。でそれが一番のテーマで、その中でその走る場所なかなかなくて、はい、ロードでちょうど3キロ取れる場所があったので、とにかくそこをうまく、信号なしで走れてたので、その3キロがいい場所が、いい場所を見つけたので、そこでとにかくトレーニングをしようって思って、とにかくロードでその3キロのロングインターバルをよくやって、それ3000、3本っていうメニューが多分一番多かったかなと思います。その次に、重要してたのがスプリントトレーニングも重要視してました。ちょっと坂使ってスプリントを加えたり、あとああいうなんかバウンディングだったりとか、なんかそういったトレーニングをすごい多めに入れて、そのそうですね、ちょっと遅いところと、もうマックのスピードとっていうので、ちょっと2つをテーマに、かつボリュームを踏むっていう、ちょっと欲張って、欲張ってね、詰めました。月間440キロくらい走ってて、はいはい、先月よりも多い。あ、もう全然多いです。前回は300ちょっとだったので、ちょっと増やしすぎたかなと思ってるんですけど、まあ、自分の体と相談しながらやってみた結果だったので、まあ、無理もそんなにすることなく、なんかもう順調にこれ消化していこう、消化していこうって思ってたら、もうそこまで走れてたので、よかったんじゃないかなと思います。あ、そう、先月とかよ。はい。この中でじゃあ重要視したメニューとかって何かありますか？一番最重要視したのは、3000プラス 1000m で、ちょっと設定を高めにして、はいはい、もう1キロ3分切るぐらいで、まあ、3000いけたらなと思ってやりました。はい、いけた？で、いけました。4分51秒で余裕けだ。もうそうですね、5000の通過の感覚でどれぐらいでいけるのかなっていう、その全力の3000っていうよりは、はいはい、まあ、ちょっとまだあと頑張れば2000いけるよっていうくらいの余力を残しながら3000をやって、まあ、9分でいけたらいいなと思ってたので、まあ、その時は8分51でいけて、結構自分の中では満足しています。そうやってなんか自分でちょっと8分40、30目指してやろうかなってちょっと思ったりもしたんですけど、なんかもう自分がこの時期はまあ自分ができないメニューに挑戦するっていうよりかは、まあ、自分ができるメニューをしっかりやって、余裕があったらちょっと上げていこうぐらいの感覚でできればなと思ってやってたので、こうなんかできないメニューをしないっていうのをちょっと大事にやってました。なるほど、はい、いつか 5000m のペースが15分それでちょっともうそろそろ今年はそれで14分30、40が今年中にすぐ出したいなと思ってトレーニングしてます。なるほど、はい、じゃあ今後見つかる記録会で 5000m 走る可能性っていうのもあるんだ、はい、もうもちろん考えてます。その800、1500に向かうためのなんか持久力の要請として、まあ、そういった5000を狙う時期も一回作って途中やれたらなと思っています。そんな感じの、まあ、5月ということで、はい、最後次6月ですね。6月、はい、梅雨入りもあったりして、なかなかまたね、難しいトレーニングが難しいと思いますけど、はい、その中でどういった目標を掲げてやっていたのかっていうのを教えてください。そうですね、まだちょっと先がまだ見えづらいところもあるんですけど、ちょっとトラックがまるで使えるようになったので、うん、ちょっとスピード練習というかレースペースでのトレーニングを入れていきたいと思っています。ファイト履いてしっかり 800m のレースペースとか 1500m のレースペースを、まあ、ちょっといきなりトラックだって言って走り出して怪我してしまうっていうのも可能性高いので、まあ、最初は無理ない程度にしっかりリカバリも取りながら、あまり負荷が大きくかかりすぎないようにちょっとレースペースの確認みたいなものからしっかりで、一気にまたその負荷がかかりすぎないように、かつトレーニングをそのレースペースに振りすぎないように、若干のバランスをただそのレースペースにちょっと増やすっていうぐらいのイメージです注意しながらやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、6月から競技場が使えるようになったんで、その今までだったら振り返りってどうしてもトークだけだったんですけど、実際にそのミツカが走っている姿なんかも動画としてお届けできればいいなと思っているので、そちらも楽しみにしてください。また一緒に、頑張っ
っていきましょう。はい、ということで5月の振り返りと、まあ、6月の目標でした。ではまた次回の動画お会いしましょう。お会いしましょう。はい、バイ。ちょっとあった今なんかありましたね、はい、こんにちは。1日2日三日です。お願いします。